はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はソードアートオンラインアキシデーションリコリス前回の続きからやっていきましょう。前回パート長かったんで、まあ途中で切ってここからという感じでやっていきたいと思います。まあ前回に続いて連続の収録という感じです。それではやっていきます。さあ、それではストーリーの方進みましたね。いや、まさか昔の皇帝が生き返って自分の息子を探してるということでね、まあ、手がかりとして村に戻ってあのおじいさんに話を聞きに行くところですね。まさかあのおじいさんいろんなところでね、こんなイベントにいろいろ絡んでくると思わなかった。重要人物だとはね。さあ、果たしてどんなお話が聞けるのか。あんたらまた来たのか。今回は別に尋ねたいことがあって来ました。その首飾りについて教えてくれませんか。前にも言ったじゃろ、これは皇帝家に仕えている頃にもらったものじゃ。一体誰からもらったんですか。なぜそんな質問をするのじゃ。私たちは今火曜でノーランガルスのご子息アロードについての情報を集めています。その過程でアロードがかつてその首飾りを身につけていたことを知ったのです。首飾りなんぞいくらでも種類があろう。アロードさんの似顔絵に描かれていた首飾りがまさにそれと同じだったんです。おじいさん、教えてください。子供たちの命がかかっているんです。わかった。わしはアロード・ノーランガルスの孫じゃ。孫？ではやはりその首飾りは。そうじゃ。この首飾りはカヨーデ様からアロード、アロードからわしの父へ渡り、そして父からわしへと渡った。すでに知っておるとは思うが、わしの祖父は跡目争いに負けて城を追放された。その後、祖父と父は皇帝家の人間であることを隠し、この地で暮らし、この地で死んだと聞く。ただ、祖父は早死にだったらしく、父は祖父の顔を知らんそうじゃがな。わしは父の言いつけ通りに皇帝家の血が流れていることを隠し、ひっそりと暮らしてきた。そうだったんですね。では聞かせてもらおうか。なぜアロードに関することを調べておるのかを。信じられないかもしれませんが、火曜でノーランガルスが生き返りました。彼女はアロードを教育し、次期皇帝に育て上げようとしています。しかしアロードが見つからないため、代わりに子供たちを各地で誘拐しているようなんです。火曜でから子供たちを取り戻すにはアロード本人を見つけるしかない。そこで彼を探すことになったんです。やっぱり信じられませんよね。しかしキリト、カヨーデには何と伝えるのですか。アロードがすでに死んだという話で納得するでしょうか。納得してもらうしかないさ。問題は子供たちをどうやって助けるかだな。こいつを使え。それがあればカヨーデ様もお主らの話を信じるじゃろう。僕たちに首飾りを貸してくださるのですか。お主らの話は荒唐無稽じゃが、カヨーデ様が教育熱心だという話はこの地に伝わっている。その点においてはお主らの話は正しいのかもしれん。おじいさん、お借りします。ありがとうございます。
いやしかしこの首飾り貸してくれて多分ね大丈夫だろうという話でしたけど、絶対あの四大皇帝聞かないでしょそんなの。俺が逆の立場だったらそんなの信じねえっつって暴れますけどね。絶対予想通りになるんじゃないかな。とりあえず移動していきましょう。どういう反応するのか楽しみです。かようで戻ってきたか、わらわの。わらわのアロードはどこだ。アロードは死んだ。貴様この後に及んでわらわを愚弄する気か。悪いが事実なんだ。そんなことはあってはならぬ。アロードこそがわらわの生きがいなのだ。一体なぜわらわが知らぬところでアロードが死ぬと。聞いてくれかようで、あんたは大きな勘違いをしている。あんたもアロードも大昔に一度死んでいるんだ。しかしあんただけが蘇って、アロードは。黙れ。アロードだけでなくわらわさえもすでに死んだと。ではわらわの記憶に残るアロードの声は、仕草は何なのだ。こんなにも鮮明に残るあの子の記憶は一体何なのだ。それはザッパス、ザッパス。なぜ誰も答えない。全員死んでいるんだ。この城にあんたが知っている人間は一人も残っていない。これがその証拠だ。アロードの遺品の首飾りだよ。なぜお前がそれを。それはわらわがあの子に渡したものだ。彼の孫である人から預かったんだ。孫。わらわの小さなアロードがこうなしたと。ああ、そしてアロードはもうこの世にはいない。そうだった。あの女がわらわのアロードを奪ったのだ。憎い、たかだか平民の女が皇帝の嫡子であるアロードをたぶらかし、わらわから奪うなど許せるはずもない。そうだ、すべて思い出した。わらわのアロードは確かにもうこの世にいない。だが決してあの女と共に死んだわけではない。あの子はこの城で息を引き取ったのだ。この城で息を引き取った。あの記録と話が違います。記録ではアロードは跡目争いに負け追放されたと。そうだ、それにあのおじいさんだってそう言っていた。事実ばかりが歴史に残る。そのように考えているのか。事実は歴史のように美しくはあらぬものだ。でもアロードは一度城を出たんだろう。どうして戻ってきたんだ。確かにわらわのアロードは争い事が嫌いだった。だから自らこの城を出て行ってしまった。自分から跡目争いを放棄したっていうのか。そしてどこの馬の骨とも知らぬ若い女と共にあの子は平民の真似事をして暮らし、婚姻して子をなした。許せなかった。わらわが次期皇帝として認めるのはあの子だけだというのに。故にわらわはあの子を見つけ出し城に連れ戻し、もう一度教育を施したのだ。教育？すべてはあの子のためだった。あの子に正しい道を歩んでもらうために。そしてもうどこにも逃がさないために、地下牢に閉じ込め毎日毎日教育を施した。それでも
監視を解き伏せ逃げようとしたあの子からわらわは爵位を奪った。そして貴族採血権の行使を可能とした。自分の子供に貴族採血権を。そんな。教育は完璧なはずだった。あの子はもう逃げる気力も何もかも失い、完全にわらわのものになった。再び帰ってきた。ではなぜアロードは死んだんだ。ある日従順になったあの子を褒めてやるつもりで、わらわは久しぶりに城の屋上へ連れて行ってやったのだ。だがあの子は屋上から落下し命を落としてしまった。あともう少しで教育は完了するところだったのに、なぜあんなことに。受け入れられるはずがなかった。教育、やはりあなたのしていることは虐待ではないか。子供を死なせたなんて。小娘、子を持たぬ貴様に何がわかる。わらわは子供たちを城に集めた。あの子と同じ髪や目、同じ口元を持つ子供たちを、今度こそは失敗しないために、次の正しき皇帝となる嫡子を作り出すために、もう二度とわらわの元から離れない子を作るために。なのに、どんなに子供たちを教育しても、わらわの魂は空虚になっていく。どの子もあの子のように笑わない。あの子のように笑わを母とは呼ばない。焼きごてを背に押し付けようと鞭で何度打とうと同じことだった。空虚な笑わを満たせる子は現れなかった。だから笑は教育に失敗した子供たちを親の元に返した。そうですね、アリス。この北帝国に伝わる伝承、魔女と聖なる皇帝の物語、かようで皇帝、あなたは子供をさらった魔女であり、そして聖なる皇帝であるのでしょう。つまりは壮大な自作自演だったわけね。そしてザッパスにも偽りの記録を取らせた。すべては過去に起こった大量誘拐事件を隠蔽するために。何がおかしい。魔女とはよく言ったものだな、小賢しき平民どもめ。生き死になどもはや問題ではない。わらわの身がよみがえりの泥人形であろうと何の関係がある。貴様らが北帝国皇帝に働いた不敬の数々、許すわけにはいかぬぞ。不敬と来たか。どうやら解き伏せるのは難しいようですね。死なぬ身であるならばちょうどいい。わらわはこれからも探し続けよう。アロードの代わりとなる子供を、今度こそ完璧な子供を探し、次期皇帝にふさわしきアロードを再生してみせる。その前にお前にはなすべきことがある。なんだ。またお前か。わらわに子供たちを集めようと語りかけてきた天界の使者。まさかこの者の指示で。第4代皇帝カヨーデ・ノーラン・ガルス、お前がよみがえり権限したのは聖への執着。常にその執着を強く保たねば、その泥の体は崩れゆく。なんだと。カヨーデの体が。なぜだ。わらわはまだ死ぬわけにはいかぬ。アロードに、アロードに会うために。アロードは死んだ。受け入れたはずだろ。アロード、わらわのアロード、
あの子が死ぬはずがない。あの子なしでは、わらわは生きている意味がない。一体何が起こっているんだ。蘇った体が崩壊しかけるなんて。原因は推測しかねます。ただ一つだけ分かることがあるとすれば、彼女が自らの存在意義を失ってしまったことでしょうか。存在意義。お前のアロードの存在を否定したのは誰だ。なら目の前の反逆者たちを手にかけてみせよ。さすがその体は再び生きたものとしてこの世に顕現することだろう。それが、わらわのアロードを消し去ったのはお前たち。わらわではなく、お前たちがアロードを殺した。わらわは皇帝カヨーデ・ノーランガルス。アロードなき世界と我が存在を受け入れることはできない。全てが失われたというのならば、全てを再びこの手に取り戻せばよいだけのこと。価値なき者どもよ、わらわの邪魔はさせん。貴様らを葬り、再びアロードをわらわの手に。予想通りになっちゃったねこれ。やっぱ戦闘になったか。全く人の話聞かないもんな、このおばさん。じゃあ息子も逃げたくなるわ。さあ打ち上げてるから、このまましっかり倒してしまおう。打ち上げたまま空中でそのまま倒したぞ。死ぬわけにはいかぬのだ。アロード、アロード、いつまで過去に縛られる気だ。アロードはもうこの世界にはいない。わらわのせいでお前が命を落としたなど信じられぬ。わらわの教育を苦に命を落としたなど。自分を責めている。だからこそ受け入れられないのか。無本人が、余計な口を叩くな。これを受け取ってくれ。あの子の首飾り。ああ、お母様。その声は、アロード。僕が命を落としたのは、あなたのせいではありません。何？わらわを憎んでいないというのか。もちろん、初めのうちは厳しい教育に音を上げそうになりました。しかし、僕には分かってもいました。お母様の過剰なほどの教育が僕を守るためのものでもあると。それはお母様にとって僕が一番大切な息子であったから。そうですね。他にどんな理由がある。だから僕は必死に答えようとしました。そこにお母様の愛を感じたからこそ、最後までお母様を信じ、皇帝になるべく努力を重ねたのです。なぜ今になってそのようなことを。なぜ生きているうちに伝えてくれなかったのだ。ではなぜわらわの元を離れ、あの女のところへ向かった。行為に勝る価値があの女にあったというのか。なぜわらわを見捨てたのだ、アロード。
見捨てたわけではありません。ただお母様から一番目をかけられている僕は兄弟からそねまれていた。だからこそ僕は耐えきれず争いから逃れてしまったのです。でも僕は期待していました。お母様ならいつか必ず僕を取り戻しに来てくれると。そしてあなたは期待通りにしてくれた。僕は地下牢に閉じ込められてあなたに爵位を奪われた時、とても幸せでした。その行為にお母様からの至上の愛を感じたのです。なんだか、ええ、この親にしてこの子という感じね。やや理解に苦しみますが。ならばなぜ飛び降りた？あれは事故などではなかったはずだ。僕はお母様にとっていつも一番の息子でいたかった。お母様が僕を失えばその順位は永遠に揺らがぬものとなる。なんだと。お母様、僕が望んだのは平民ごときと築く温かい家庭やましてや好意などではありませんでした。ただ一つ、あなたからの揺るぎない愛だったのです。そしてそれは十分に与えられました。アロード、アロード。なんだか不思議な愛情表現だな。こういう親子関係もあるのかな。アロードはわらわを憎んでいなかったというのか。どうやらそうみたいだな。ずいぶんと屈折した愛を向け合う親子だったみたいだけど。どうする？まだ俺たちと戦うか。遠慮しておこう。わざわざお前に手を下されなくとも、わらわはいずれ天界に召されるであろうからな。そうか。あんたに聞きたいことがある。皇帝に対し相変わらず不敬なことよ。一体なんだ。子供たちは一体どこにいる。これが地下牢の鍵だ。そしてそなたら自身で地下牢は見つけよ。わかったよ。待て、そなた。天界にて再び会うことがあれば、わらわの側近として迎えてやらんでもない。我が息子の声を届けるとは大した手柄ぞ。褒めて使わそう。ああ、それはどうも。ではさらばだ。みんな急ごう。そうですね。リネルとフィゼルが心配です。デュソルバート殿がおそらく探してくださってるとはいえ。キリト君、今のペンダントを通じてアロードが一時的に生き返った。いや、ペンダントはメインビジュアライザーにあるただのオブジェクトに過ぎないはずだし。そんなことは。オブジェクト、メインビジュアライザー、魂の器。あ、そういえばリアルワールドで比嘉さんに聞いたことがあるんだけど、このアンダーワールドでは人の魂であるフラクトライトとオブジェクト、物体のデータ形式は同じだって。もしかしたらだけど、ペンダントという物体にアロードの魂が残っていたのかも。だからペンダントから聞こえた声だけのアロードも生きているように感じたんじゃ。まるで魂があるみたいに。
るほど。仮に誰かが自分の意思や記憶を物体に焼き付けたとしたら、たとえフラクトライトが消滅した後も魂は物体に宿ったままこの世界に残り続けるのかも。多分そうじゃないかな。この世界にある物体は時にフラクトライトと同じ役割を果たすんじゃないかな。なあ、アロードのペンダントは長い間彼のフラクトライトでもあったんだ。つまりどういうこと？アロードの魂は彼の死後もペン首飾りに宿り続けていたんだよ。そしてカヨーデと出会ったことで首飾りに宿る魂が再びこの世界で目覚めたんだ。なんだか不思議な現象だけど分かる気がするよ。青バラの剣と一つになった時、僕は剣という物体でありながら人間の僕でもあって、何とも言えない感覚だったんだ。物体に宿る魂ですか。それが可能ならひょっとしてジャイアント族やカヨーデも。彼らが命を落とした場所には彼らが生前大切にしていたものも残ったはずだ。それは装飾品や愛犬、あるいは地面に染み込んだ血液かもしれない。何にせよ死後も魂は物質に宿り、その場に残り続けていたのなら、何らかの術式で肉体を与えて死者を蘇らせられる可能性は大いにある。それがカラントによって魔獣や死者が蘇った理屈というわけですね。とはいえ推測できるのはこの辺までだな。今子供たちを助けることに専念しよう。そうですね。とはいえさらわれた子供たちがこの場にいるものだけとは限りません。ああ、チカラを探しに行こう。これは…なんてこと。このイバラはカラントから生じたもののようです。アリス、俺がカラントを切って子供たちを解放する。わかりました、お願いします。天然地がほとんどゼロに近いわ。すぐに治癒しなくちゃ。ああ、頼む。まさかカヨーデ皇帝がこんなむごいことを。いや、きっとカヨーデじゃない。カヨーデは過去の伝承でも子供の命を脅かすようなことはしていないはずだ。しかしだとすれば誰が、何のために。こんなこと許すわけにはいかない。フリネルちゃん、フィゼルちゃん。炎の矢、この矢って。キリト君、あれデソルバート。エルドリエの時と同じですね。一体なぜ。とりあえずリネルとフィゼルのディープフリーズを解きます。ここは…アリス様！あなたたち、一体何があったのです？師匠を…師匠を早く助けて！頭巾の男に師匠が…頭巾の男…またそいつが…だが、今はともかくディソルバートを助けよう。ええ、そうですね。システムコール。デュソルバート。誰かが我を起こそうとしている。分かっている。あの手はとうの昔に我が失ったものだ。どんなに求め、どんなに思い出そうと願おうと、その願いは叶わない。そうね、
あなたは彼女を守れなかった。あなたは最高司祭芸か。あなたが守ろうとしたものはみんなあなたのせいで壊れてしまった。違う、我はそんなに大切なものならなぜ手放してしまったの。我を手放した。そう、あなたは自ら大切なものを手放したの。そしてそのことについて思い出せもしない。違う、我は師匠、何してるの。早く稽古をつけてくださいです、師匠。フィゼル、リネル、なぜ。あなたは失ったものの代わりに中途半端な代用品を見つけて庇護欲を満たそうとしたのね。小さな子たちを守れた気になって嬉しかった、楽しかった。違う、彼女らはそんなものではない。それすらもう壊されてしまったわ、あなたのせいでね。リネル、フィゼル、なぜ。最高司祭アドミニストレーターの言葉が虚偽だというの。うわ、ずいぶんとあなたは可愛いわね。とってもかわいそうで可愛い人。でもこれだけははっきりと言えるわ、あなたが守るべきものはもう何もない。そうだ、我は失った。この手にはもう何も残ってはいない。我は何のために戦うのだ。そうね、聖剛騎士は何のために戦うと思う。我ら聖剛騎士はただ一つの目的のために戦う。人界と最高司祭芸家の恩義を守るべくこの身を捧げる。ええ、それがあなたの最大にして唯一の存在意義よ、デュサルバート。デュソルバート殿、意識が戻りましたか。はあ、何。我は聖剛騎士デュソルバートシンセシス戦、必ずや任務を遂行してみせる。あれ、パイエティモジュールか。もしやパイエティモジュールに影響が。一体なぜ。最高司祭芸家からの勅令により、反逆者を我が炎により殲滅する。どうやら戦うしかないようだね。ああ、半端なく手強いだろうが、どうにか正気に戻そう。それじゃあ本気で行くぜ、デュソルバート。あなたをもう一度相手取りたくはなかった。だが再びその時が来たならばお相手するまでだ。少子トガビトどもよ、再び我が炎の鉄槌を受けるがよい。さあ、それでは懐かしいですな、ディソルバートさんとはカテドラル戦以来の戦闘になりますね。まずスタンさせたいな。意外と
動き回るんだな。少し攻撃しただけでダメージがあっさり勝っちゃったな。やっぱちょっとかわいそうな絵面になりましたね。なんか吹っ飛ばされて。我が存在、それは最高司祭芸家の命に従うことのみだ。させない。ディソルバードさん、あなたは確かに強靭な騎士だ。そして自分の信じるものに対して誰よりも真剣だった。今だってそうだ。あなたはリネルとフィゼル必死で助けようとした。それが本当のあなたなんじゃないのか。だからこそ僕はあなたに自分を取り戻してほしい。この世界で何を信じるべきか、何を守るべきかを思い出してくれ。無駄口を叩くな、小僧。そう言われるのは久しぶりだね。だがあの時よりも僕は成長している。はぁー、エルカンスアーマメント、叫青バラ。あなたの信念取り戻してくれ、デュソルバートさん。あなた誰かがまた肩をゆすり我を揺り起こそうとしている。だがその手に触れることはできない。我が手を伸ばしたところでそれは遠ざかる。あの温かい手の感触は我の幻想、我の弱さ。失ったものを求めたところでそれは決して、もう二度と戻ってくることはない。守ることなどできはしない。手を伸ばしたところで。師匠、師匠。師匠、起きましたか？もう師匠がこんなところで死んじゃったら私たち聖騎士になれないじゃない。師匠のバカです。すまない。もうなんで師匠が謝るの？お説教されるかと思ったのに。変な師匠ですね。アリス、大丈夫？怪我してない？ええ、私は平気です。そう、それならよかった。アリス・ツーベルクの体が心配ですか？約束した通り傷をつける気などありません。違う、今は君が心配だったんだ。なぜ？だって今ここで戦ったのは君だろ。ユージオ、あなたは不思議ですね。え？アリス、ユージオ、何話してるんだよ。いえ、たとえ失ったものがあったとしてもそれはまた形を変えてそばにあるのかもしれないと思ったのです。ん？どういうことだ？さあ、どういう意味でしょうね。なんだよ、教えてくれないのか？ほら、それよりも早くカラントコアを。ああ、そうだ、早く切らないとな。けど、その前に、ないな。キリト君、どうしたの？いや、さっき火曜での墓で見たような種子がないか探したんだ。でも見当たらなかった。そう、不思議ね。カラントコアを切った後、迷惑をかけすまなかった。いえ、ご無事で何よりです。リネルとフィゼルもディソルバート殿が助けてくれたようですね。久しぶりに戦ったけどやっぱりディソルバートさんは強かったです。
それはこちらのセリフだ。再び敗北を味わうことになろうとは。だが我はその剣気を受け正気に戻ることができたのかもしれぬ。やはりお前は優れた剣士だ、ユージオ。そう認めざるを得んと実感した。そんな風に言わないでくださいよ。まだまだ僕は未熟ですから。デュソルバード、聞いてもいいか。一体あの地下牢で何があったのか。その前に少し待ってほしい。いいけど。この大バカ者どもが。勝手な行動を取るなと何度注意すればわかる。なんで今更お説教するの。さっきしなかったじゃない。意味がわかりません。先ほどは意識を取り戻したばかりだった。それゆえ叱ることを忘れていた。ただそれだけだ。そのまま忘れてくれればよかったのに。まあ事の発端は二人が抜け出したことだからかな。どうやってリネルとフィゼルを見つけたんだ。我は皆と別れた後二人を追って城の裏口から潜入した。皇帝の従者らしき者が巡回していたため見つからぬような道を通ってな。そしてあの地下牢へたどり着いたと。ああ、地下牢へと続く通路。そして地下牢の中には魔獣がはびこり子供たちがカラントに拘束されていた。我は子供たちを助けようとしたがカラントを切ることはできぬ。故に魔獣を倒すことしかできなかった。不甲斐ないことだ。仕方ありません。ご自身を責めないでください。それにあの子たちはどうにか救うことができました。かたじけない。感謝する。それでその後にリネルとフィゼルを見つけたんだな。眠るリネルとフィゼル、そして頭巾をかぶった男がカラントコアのある広間にいた。そういえばエルドリエが襲われたのも頭巾をかぶった男だって言ってたよな。頭巾の男について詳しく聞かせてくれ。奴は眠るリネルとフィゼルに手を伸ばし何かを行おうとしていた。そして炎の矢を放ち二人を守ろうとしたのですね。ああ。だが奴は我の矢を不思議な盾のようなもので回避した。デュソルバートさんの矢を。そして奴は我に接近しディープフリーズの術式をかけた。デュソルバート殿を眠らせエルドリエの時と同じようにカラントコアへと縛りつけた。リネルとフィゼルは先に城の中に入って捕まったんだよな。その時のこと何か覚えてるか。私たち城を目指す途中でその頭巾の男に会ったの。城を目指す途中で。ええ、私たちはおそらく頭巾をかぶった男によって牢獄に連れてこられたのだと思います。道の途中でそいつと会ったの。でも記憶はディープフリーズの術式をかけられたところで止まってるわ。ディープフリーズで眠らされていたのでどうやって連れてこられたかも覚えていません。リネルとフィゼルにもディープフリーズをかけてさらった。一体何のためだ。その事情は今知る由がありません。しかし大きな力が働いていることは事実です。そうだな。さっきカラントを調べたけどここには種子がなかった。もしかしたら。なんだ。その頭巾の男が持ち去ったのかもしれないわ。その可能性はあるな。でも一体何のために。
かし不思議だ。何がだい？まず子供たちの天命をあのカラントを介して吸い取るなど禁忌目録違反ではないのか。その頭巾の男の所業だとしたら一体彼は何者なんだ。そうだな、普通ならこの世界において殺人が起こるはずはない。殺人という概念を相手が持たない、もしくはまた別の理由でしょう。法の抜け穴をかいくぐろうとすることは可能です。魔獣が溢れた現在の異常な人海の状況ではなおさら。カヨーデをもう一度問い詰めてみよう。何かを知っている可能性がある。この声、カヨーデ？玉座からだ。カヨーデ！あの者、わらわを用済みと言いおった。口をしや、天界の使者め。天界の使者？またその名前か。一体何者なんだ。早く子供たちを助けなくては。あの者は子供たちにも手を下したと言って。もう大丈夫だよ、僕たちで助けた、みんな無事だ。そうか、よかった。ならばわらわは安心して生ける。たとえ厳しくしつけ折檻を加えたとしても、わらわはアロードの代わりに求めたすべての子供たちを抱きしめたいと願っていたのだから。彼女はそれでも子供を愛していたんだな、たとえ歪んだ形であったとしても。うん、そうだね。だからこそその思いの強さで蘇ることができたんだ。とはいえ真相は分からずじまいか。一体誰が子供たちを通うでよ。仕方がないよ、今は子供たちが無事だっただけでよしとするしかない。しかし本件はこの衛兵たちが職務を怠慢したゆえに起こったことだ。やはり今のままでは誰も救うことができない。メディナ、救世主様、どうなさいました？いや、何でもない。村に報告へ行きましょう。そして子供たちをそれぞれの家に返してあげなければ。でもあの村以外でさらわれた子供もいるからな、どうやってそれぞれの村に送り届けるか。その手配は我が引き受けよう。じゃあ師匠のお供をしてあげます。そうそう、師匠は子供に怖がられそうだし、年頃が同じぐらいの子が一緒にいた方が安心するでしょ。やや納得しかねる理由での同行だが、別に構わない。重ね重ね言うが、勝手な行動はしません。では我らで受けよう。よろしく頼むぜ、ディソルバート、リネル、フィゼル。了解よ。それじゃ行こうか。あれから俺たちはディソルバートたちと別行動を取り、村に住む子供たちを家に送り届け、失踪事件についての報告をした。子供たちは精神的なショックを受けていたが、親元に戻ることができて安心したようだった。幸いというべきか
子供たちに天命をカラントに吸われ衰弱していた時の記憶はなかった。どうにか犠牲者が出ずに済んでよかったね。アスナが迅速に治癒してくれたからなんとか助かったんだ。ありがとうな。やっぱりバーサクヒーラーは撤回しないといけないって痛感したよ。ようやく分かってくれた。ただアスナの普段の戦いぶりを見る限り撤回するのは逆に失礼な気もするんだよな。キリト君。いやごめん、やっぱり撤回する。キリト。どうしたアリス。ルーリットの村に魔獣が発生したと報告がありました。お願いです、一緒に来てください。セルカの身にもし何かあれば。カラントコアは切った。なのに一体どうして。養分の供給源が断たれたとしても全てのカラントが尽きるわけじゃないということか。つまり新勢力をより多く吸い上げたカラントはたとえカラントコアを切っても残存するということ。そうとしか考えられない。ともかくすぐに向かおう。みんなも一緒に来てくれ。必ずや民を救う、それがオルティナの助としてすべきことだ。あ、メディナ。メディナは先行しルーリットの村を目指したようだ。そして俺たちもみんなを助けるため村へと急いだ。というわけで今回ね結構長いパートになりましたね。多分こんだけ長かったらちょっと前編後編に分けてそうだな。今回1回分の収録としての分は長すぎたんで、まあ、次回はルーリットの村の方の魔獣退治になりましたね。はい、というわけでメディナまた先行しちゃったということでこっからまたやっていきたいと思います。忘れずにちょっとセーブしておきましょう。はい、間違えてね前一回ここで終了と思ってセーブせずにプツッと切ったらね大変なことになったことが昔一回あったんで、はい、注意していきたいと思います。はい、それではね今日はここまでにしたいと思います。まあまたね1週間以内には出せるように頑張ってやってみたいと思います。それでは皆さん、またよかったら見に来てください。それでは失礼します。